And bonds we can offer to us in terms of assistance in the short run. これまでも努力をしてこられたし、これからもその努力を払われるだろう。そう確信していますし、インドネシアの皆さんが一丸となってその危機を乗り越えていかれる、そのエネルギーを持っておられると信じます。でも少なくとも大統領の姿勢を、大統領がそう言われた言葉を大変重く受け止めていますし、これからさらに具体的に日本との間でも、例えば貿易保険あるいは無償協力相談をしていくことがあるわけですから、国際社会それぞれの立場でインドネシアとの間で一層論議を深めて、それがこの国のプラスになると私は信じてます。And also look forward to sustaining, to keeping up this good relationship that we have with Indonesia.